吉田さん、卵にひよこ、とんちですね、まるでね。でもやっぱ自分のことを、私はね、自己否定論っていうんですけども、自分のことをね、まあ自己否定して考えてるんですよ。まあでもこれ勘違いされるんですよね。私がね、自己否定が大事だっていうと、なんかその人格否定とね、重ね合わせる人がいるんですよ。違うんです。人格否定じゃなくて、自己否定っていうのはどういうことかっていうと、まだまだ全力を尽くしてないと、まだまだなんかやれることあるんじゃないかなと、もっともっと自分には力があるんじゃないだろうかと、この程度で終わるような自分じゃないんだろうかっていうふうに、自分は常に 100% やってきたんだっていうふうに肯定するんではなくて、まだ目の届かないところがあるんじゃないかな、手の届いてないところがあるんじゃないかな、まだ人の悲しみにまだ触れられてはいないんじゃないかなとか、まだこの人を愛しきってないんじゃないかなっていうふうなことで、まだできるだろうと、まだ何かあるだろうと、もうちょっといいアイデアあるだろうっていうふうに自分に対してね、掘り下げ続けるってことが自己否定論なんですよ。でも多くの方は、私から見るとね、超自己肯定なんですよ。これは仕方がなかったんだと、あの時の経験があるから今があるんだと、無駄はないんだとか言うんですよね。これはね、私は自分に対してそういう考えは全くないんですよ。他の人がそういう考えるのは全然いいですよ。で、速稼塾に入ってちょっとね、マインドセットを学びたかったら、この1泊2日の合宿っていうの、50万のやつがあるんですけども、実はね、昨年の年末もこれね、どこだったかな、湯布院か、湯布院に行って2人の方を1泊2日合宿2日連続でやったんですよ。50万、もうね、自己否定の達人になりますね。まずは徹底的に自分がね、どれだけ自己肯定にまみれていたのかってことを気づいていただくためのレポートをやり取りするんですよ。過去にこういうふうな失敗があった、だから今こういうふうになったんだって言ったら、これはダメですと、超自己肯定してますと、違うと、あなたは過去にそういう失敗があった、だからもうね、目がないんだよってことね、伝えないといけない。でも目があるとしたら、今日ここに来たことだっていうことなんですよね。で、この1泊2日の合宿に50万円をかける意義があるっていうふうに見出せたあなたが素晴らしいと、そこは肯定していいですよって形で、まずは何をやるべきなのか、何をやってはならないのかっていうふうな住み分けをしていくんですよね。まあ、そうすることによって、まあ、その日だけかもしれませんけども、モチベーションはマックスになるんですよ。モチベーションがマックスになった時に、負荷をかけて、いろんな気づきを提供することによって、日々どんなにどん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 変わっていくんですよね。これね、億万長者合宿でもっともっとやればよかったなと思ってるんですけども、億万長者合宿の時はね、どんな自己肯定感を皆さんにお伝えしたかって言ったら、もう言いましたよね。私は1万人ぐらいのチャンネル登録が当時いて、私の1万人のチャンネルで、あなたを紹介するから、あなたのビジネスを紹介するから、あなたのコンテンツを紹介するから、それを用意してきてくださいねっていうふうに事前に課題を出したのが億万長者合宿だったんですよ。でも実際は大した用意がなくって、私の対談を一人ずつ受けましたよね。で、おそらくですけども、私なんてまだチャンネル登録1万人、1万4500人ですけどね、今日の時点で。でもわずか1万4500人であっても、この1万4500人もしくは1万人ですよね、1万人のチャンネル登録者さんと対談をしたり、そこのコンテンツ、そこのね、まあなんですかね、フォロワーさんですね、チャンネル登録フォロワーさんに対してメッセージを送らせていただけるような環境っていうのは、多分一生ないですよって言っても多分一生なかったと思うんですよ。私もね、自分自身思うんですけども、チャンネル登録1万人の人に1回も紹介してもらうことなく、自分が1万人になったわけですよね。だから私は、少しでもチャンネル登録が多い人って求めてる人のために、速稼塾に入ったら私のチャンネルでバン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 紹介しますってるわけなんですよ。でも、いくら紹介したところで、その方の持ってるコンテンツが非弱だと、紹介するとね、私のね、信用まで落ちるってことがあるんですよね。だから、YouTube の企業案件っていうのは、チャンネルを持ってる方っていうのはね、オーナーさんでは相当選ぶんだろうなと思いました。だって変なの紹介して、例えばマトリックスアフィリエイトとか紹介したら、一生言われるわけですからね。一生、これがいいですね。これがね、マトリックスアフィリエイトにやっとつなげたぞ。やっぱね、これがいいですね。もう吉田さん最高ですよ。マトリックスアフィリエイトね、マトリックスアフィリエイトで今度セミナーやりますか、こうなったら。マトリックスアフィリエイトって感じでね、まあマトリックスアフィリエイト2みたいな感じで。そしたらね、当時マトリックスアフィリエイトを購入した方結構いたと思うんで、20数名いたんじゃないですかね。その人たちがなんかね、久保さんまだやってんのって感じで来るかもしれないですね。マトリックスアフィリエイトいかがでしょうか、いってらっしゃい。